注文できないんだよ。答え注文。ああどうもニーハオです。ニーハオさんというのは変だけど。ああニーハオです。吉田で撮ってました。あはい僕結構はい行かせていただいてはい。いやなんか後ろに誰か撮ってるのは。あ いらっしゃったんですか。
この上の一生ケースの方の東錦ってどっち？あ、これ五色あずま、はい、これってどちらのやつ？産地ってそれは志村。あ、これ志村。ごめん、もうめっちゃごめんね。あ、いやいや、全然大丈夫です、全然大丈夫です。全然映んねえでしょ、ごめんね。あ、いや、大丈夫です、あの全然綺麗なんで映ってます。本当に雨なんだね。あ、でもさっきちょっとやんだんですけどね。
あ、面白いね。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。本日千葉県茂原市にあります、金魚ハウスパレットさんに、結局訪問をしてしまいました。午前中はですね、雨が降っていて、で天候もあまり良くなかったので、実は一度金魚ハウスパレットの店主の、富澤さんに、まあ、インスタグラムなんですけれどもご連絡をさせていただいて、今日はご遠慮をしておきますという、風なやり取りをさせていただいたんですが、その雨もですね、まあ、午前中に止みましたの で,
で小雨になって、曇天ではあったんですけれども、まあ、やはり我慢できずにですね、いても立ってもいられずに、初訪問ですね、金魚ハウスパレットさん、千葉県茂原市で、もう本当にめちゃくちゃ素敵な金魚屋さんで、まあ、今この目の前にいる、東錦、2匹も、パレットさんの方から本日、お迎えをさせていただいた、東錦でして、もう本当に綺麗ですし、この粉炭ですよね、色味も当然そうなんですが、この粉炭もめちゃくちゃ綺麗ですし、でこちら側の五色東錦なんかも本当にかっこいいですよね。この銀鱗の、感じもそうですし、今ちょっとまだ、水温合わせ中なので、ちょっと狭苦しいところにはいるんですが、この後まあ一定時間経過をしたら、早速水槽の方に、入れていきたいなというふうに考えております。でとにかくこの東錦がめちゃくちゃかっこいいっていうことはさることながら、金魚屋、金魚ハウスパレットさん、金魚ハウスパレットさんはマジでおすすめなので、関東近郊の方は、まあ、関東近郊と言わずにですね、本当に日本全国から、ぜひ本当に金魚好きな方は行かれることを本当に心よりおすすめしたいなというふうに思います。でなんでそこまでプッシュをするんだというふうに思われてしまうかもしれないんですが、金魚ハウスパレットさんに関しては本当に実際に行かれれば、なぜここまで力説をしているのかということが分かると思います。ですので、まあ、鼻田僭越なんですけれども、本当に金魚が好きな本当に皆様に自信を持っておすすめできるお店ですし、本当にご主人富澤さんもめちゃくちゃいい人なので、ぜひ行かれることをおすすめいたします。こちらもですね、本日、まあ、繰り返しにはなってしまうんですが、千葉県茂原市にあります金魚ハウスパレットさんで購入をさせていただいた、海古堂さんの、丸型といえばいいんですかね、これ楕円形の、スポンジフィルターの、ちょっと大きめのサイズのものですね、120の B と書いてあります。120の B ですね、ちょっとピントが合わないんですが、120の B の、タイプのものを、2つ、このスポンジフィルターを2つと、で、あとですね、これが本当に、やっぱすげえなと、すごいなと思ったんですけれども、このトロピカルゴールドですよね。この漁業薬に関しては、実はずっと欲しくて、で、なぜかというと、成分的に、トリートメントに最適だなというふうに思っていて、ぜひトロピカルゴールドはずっと欲しいなというふうに思っていたんですが、東京都内の金魚屋さんですとか、であとまあインターネットもそうなんですけれども、楽天とかアマゾンとか、それこそチャームさんとかでもずっとチェックはしていたんですけれども、まあ売っているところがなくてですね、でそれがなんとこの金魚ハウスパレットさんにはいくつか在庫も、ございましたし、販売されていたので、まあ、この機会にぜひ購入をさせていただきたいなということで、このトロピカルゴールドに関しても購入をさせていただきました。で当然これトリートメントで私に関してはトリートメントで使用させていただけたらなと思ってはいるんですが、成分的に、トリクロホルン、メチレンブルー、アクリノール、炭酸水素ナトリウム、塩化ナトリウム、が入っていて、まあ、成分見なくてもこの下に、効能が書いてますね、下に効能が書いていて、
ちょっとピントが合わないんですけれども、白天オグサレ水カビ、ウオジラミイカリムシということなので、本当にまあ万能薬ですよね。あの金魚にとってのまさに万能薬のような、あの奇跡の漁業薬だというふうに私なんかはまあ思っていて、でなのでまあずっと欲しいなというふうに思っていて、あのついに今日あの金魚ハウスパレットさんの方で購入することができて、とても良かったなというふうに考えております。であとこちらの開古堂さんの、この楕円形の購入フィルターですね。これもなんかこのフォルムがすごくいいですよね。この丸みを帯びた柔らかそうな、スポンジフィルターというか、でなのでまあ何かの表紙にあの金魚が仮にこれに突進をしたとしても、おそらく、まあ、クッション的な、役割というか効果みたいなものが、まあ、期待できるのではないかというふうに思っているので、あの金魚にとってもおそらく優しいスポンジフィルターでしょうし、身体的にという意味ですね。であとまあご覧の通りサイズも大きいですし、で目もかなり細かめなので、スポンジフィルターに一番、期待をすべき生物ろ過ですよね。バクテリアの、このスポンジフィルターにおける繁殖であったりですとか、まあ、そういった効果もおそらくあのかなり期待できるのではないかというふうに思っているので、あのこの後、アズマニシキの導入とともに、この開古堂さんのスポンジフィルターに関しても、メイン水槽の中に入れていきたいなというふうに考えております。でですので、金魚ハウスパレットさんのあの魅力の3つ目なんですけれども、あの金魚の飼育アイテムがめちゃくちゃ充実してます。こういったスポンジフィルターもそうですし、この漁業薬ですね、あのお薬もそうですし、あのトロピカルゴールドに関しては、最近はちょっと見ていないんですけれども、トロピカルゴールドに関しては東京の金魚屋さんではおそらくまだ販売されていない気がします。私もつい先日あの何軒か金魚屋さん行かせていただいたんですけれども、で薬も毎回一応あのチェックはするんですが、トロピカルゴールド置いているところは、なかったと思います。でですので、もし、まあ、関東圏で、トロピカルゴールド欲しい方いらっしゃったら、あの金魚ハウスパレットさんにはまだ何点かあの在庫の方あったと思うので、そちらであのご購入できるかなというふうに考えております。であとこの開古堂さんの、スポンジフィルターに関しても、この 120B はヤフーショッピングとかでいぶきのエアストーンさんですかねの、ヤフーショッピング内のショップがあるんですが、そこで例えば購入できたりですとか、当然開古堂さんの、オフィシャルの、ホームページの、通販ページからもご購入、と可能にはなっているんですが、これも先日私がネットで見た時には、確か、入荷待ちという状況だったので、まあ、例えば今すぐに使いたいとか、明日から欲しいよという方がいらっしゃったら、あの金魚ハウスパレットさんに行けば、やっぱりこの開古堂さんの、この丸型というか楕円形の、そのフィルターも同時にご購入ができるということですね。